愛韓民国継承北道西部内陸地帯に位置する市。統一白木時代には全国九州の一つであり、李氏朝鮮中期までは継承道の政治的中心地であった。継承は慶州と昌州を意味する。1592年の日本軍侵入以後その地位を失った。市の都市ブランドはジャストソングジュで、ジャストは ジャスティス・アンリミテッド・サクセス・トギャザーの略である。産業は、農業が中心で、特に干し柿の生産量は、韓国一である。スポーツでは2011年より、甲州広域市から移転したサッカー系リーグ所属の、金泉直岳 FC が、ホームタウンとしていたが、2021年に堂々金泉市に移転した。西は、中西北道の諸分に接し、東は、 京昇北道、亀尾市と儀城群、北は危機啓一、南は金泉市である。中西北道との境には、昇白山脈に属する俗利山があり、国立公園に指定されている。古代の砂抜国である。白原駅に停車列車はないが、その他の駅は毎日運行の無群ファ号が3、往復すべて停車する。これらは、不山駅、永州駅間を結び、 昇州駅へは、普山駅より、約3時間10分、東手具駅より約1時間40分である。ソウル方面からの利便は悪い。昇州警察署、キムチョンシティシークスツーホストミリタリーフットボールクラブ、ヤンハッピーニュースエージェンシー、2021年1月15日、閲覧。昇州試公式サイトでは、1592年11月、昇州仮放眼。 定期流が、招集場を奪還したと主張し、競技場では、招集場奪還再現イベントも行われている。しかし、当時の日本側一時資料である12月10日付主因城、鍋島直しげ候補には、招集市公式サイトが、招集場奪還したとする翌月の状況で、富山とハンスンを結ぶ要衝の一つとして、日本軍側が占領を継続した状況にあり、 戸田勝隆の軍が、当治の守備についているため、招集史公式サイトの主張とは、食い違いがある。AB 法律第3798号キューリッシュなど11の市の設置及び軍域の調整と軍政の際の、名称の変更変更に関する法継承、北道令、第2号朝鮮総督府令第103号、大統領令、 1> 第1万5十号系軌道主教軍技左官優など35の優の設置に関する規定。1980年10月21日。ありがとうございます。